こういう感じで、まあ、超バリバリなんですけど、こんな感じで、こういう感じで、まあ、超バリバリなんですけど、こんな感じで。というわけで、こちらは動画撮影中でございます。こういう感じで。本番いきます。よーい。カメラオッケー、音オッケー、ヤシオッケー、よー。さあ、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。超小型カメラ、火災警報器カメラ、置き時計カメラ、ペインカメラ、様々な隠しカメラを今までレビューをしてきましたが、今回なかなか、肌身欠かさず密着、常にその場で録音撮影が可能。いつ何時、そのタイミングが来ても素早く記録することに特化させた腕時計型隠しカメラを紹介します。開封の儀。これ最後出ます。正面、裏、開けていきます。おお、ケースめちゃくちゃオシャンティ。では、開けさせていただきます。オープン。おお、トリセツ。後半部分は日本語。充電ケーブル。初めて見た。超細長タイプ。なんだこれは。クッションついてました。そしてこちらが時計でございます。こちらでございます。いや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 、本物の時計だよ、これ。普通にかっこいいんですけど。重さ、126g。結構ずっしりとした重さを感じます。ちょっとつけていきたいと思います。いや、もうこれ完全時計ですね。はい。バンドもしっかりした作りです。で、こちら、空洞になってるかと思うんですが、こちらですね。ここ。よーく見ると USB 端子を差し込む穴があります。こういう形で充電をします。充電をしないときはこのパーツをここにくるくると回して、こちらボタン押し込めます。カメラどこに仕込まれているかというと、ここですね、6時のところ、小さいレンズがあります。で、もちろんですね、時計というわけで、こういう感じで、時計の針を動かすことができ、ここで、スタート。ちゃんと動いてます。腕に装着。いつでもどこでも。こちら、見た通り、腕時計デザインのため、こちら、腕に巻くだけで、どこへでも自然な持ち運びができる隠しカメラです。この時計、初めから 64GB のメモリが内蔵されています。なんと、2K の解像度でビデオ撮影が可能です。ビデオフォーマットは MP4、フレームレートは 30fps。ちなみに、写真解像度は 4K 解像度で収録が可能です。撮影に関しては、こういう感じで撮るのではなく、こういう感じで撮ることができます。操作方法について。操作ボタンはこちら、左右ですね。こちらがリセットボタン、こちらが電源ボタンです。複雑な設定や他のアプリのインストールは必要なく、操作はとても簡単です。まずこちら、ここですね、電源ボタン、ここを5秒以上長押し。そうすると青色ランプが点灯します。はい、ここ青ランプ光ってます。で、しばらくすると点滅から点灯に変わります。そうすると待機状態になります。ちなみにこの待機状態から操作が60秒間なければ、赤色ランプが5回点滅し電源オフ。録画開始については、先ほどの待機状態の時にこの操作ボタンを2回押します。そうすると青色ランプが3回点滅、その後録画が開始されます。なお、録画中ボタンを1回押すと録画が止まります。はい、今ですね、こちらに出てきました。ちょっと見ていきたいと思います。まずはフォト、おお、表示、特大アイコン、おお、おお、そして動画、ビデオですね。というわけで、こちらは動画撮影中でございます。いかがでしょうか、いかがでしょうか。今動画撮影中です。バル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 、どうした、ほらほら待って、ほら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 、いくよ、ほらね、なお、この時計、電源を消したときは、同じくこのボタンを8秒以上長押し。続いて、写真撮影については、先ほどの待機状態のときに、こちらのボタンを今回は1回押すことで、写真を撮ることができます。はい、ちょっとじゃあ撮影してみたいと思います。イエス。
腕時計型隠しカメラ。見た目はもう完全に腕時計。これは絶対にバレませんね。普通の時計として使えます。そんなわけで汎用性、携帯性に優れたこちら腕時計カメラを今回紹介しました。バッテリーの持続時間は80分。そんなわけでこちらの隠しカメラ型腕時計、かなり気づかれにくいカメラなので、しっかりとモラルを守った撮影でお願いします。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。まあ、結構ごつくて重いんですけど、デザインすっげー好みなんだけど、これ気づくやつマジでいるの？本番いきます。よーい、いつ、いつ、何時。あ、逆だ逆だ逆だ。青色ランプが点灯、低いうちに内蔵。おいでおいでおいで。うわ、